また背が伸びたんじゃない？そうかな。自分ではポポルさんはちっとも変わらないんだな。お世辞も成長したじゃないの。本当に昔から印象がずっとか。はいはい。もエミール君からよ。石化解除の可能性が出てきた。これでまた村を離れてしまうのね。村が魔物の脅威にさらされてるのに。ううん。なあ、最近店の商品がよく盗まれるんだけど。いや、は被害数は少ないんだが、主に食料。確かにそうだな。そいつは助かるな。とはいうものの、何か当てはあるのか。ああ、村の盗みなんか心配しなくてもいい村だったのに。それだけ生活が苦しいということなのだろう。盗みをしたくてしている者などおらぬ。村の外、最近盗みが流行ってるみたいだね。ああ、ちょうどよかった。どうしたんだ？最近そこの水車の動きが悪いのですが。だいぶ年季が入っているようだな。水車が壊れるのは困るな。軸回りと水かきをする板を交換すればよいだろう。それなら俺が仮面の町まで行って。ありがとうございます。私は取り付けしていただける方を探してみます。ああ、あんたか。頼りにしてるよ。いらっしゃい。イライラ厳しい。どうも盗みを働いてるのは二人。泥棒？そういえば以前犯人らしき影を見たんだ。大人の大きさには見えなかったな。聞いた情報をまとめると犯人は二人。確か水車のそばにいつも兄弟がおったな。何か知っているのかもしれない。本当のことを教えてほしい。いきなり尋ねるってことは。そういうことだな。そうです。僕と。どうして。父さんに。父親に盗みをやれと。実の子供に盗みを強要するなんて。多分酒場にいると思います。わかった。自分の子供に盗みを働かせて。盗み？ああ、
飯をそのあたりで適当に取ってこいってな。別にいいじゃねえかよ。というかあんた誰だよ。話にならんな。こんな父親。しかし真相を話そう。今日はどの仕事を紹介しようか。海岸の町のご婦人からの依頼だ。私も人に依頼できる立場。依頼人の場所は地図に書。犯人。なるほど。父親に強要す物を盗んだという事実は事実だけど。そうですね。私の方からも他のお店の助かる。あとはあの兄弟の今後だけど。このご時世みんな厳しいですからね。そうだ、依頼料をまだ渡してなかったね。ちょっと。なんということだ。子供を盗みの道具にするだなんて。まさかこんなことが起こるなんて。そこまでしなければ生きていけないのか俺たちは。少しでも魔物を減らして人々の暮らしを取り戻さねばな。ああ、兄弟の面倒を見てくれ。おっと、機会があれば羊やイノシシを飼って。いらっしゃい。こんな時代だと武器屋は繁盛するんだよ。ようこそいらっしゃいました。久しぶりだな、エミール。あ、
そうか。ところで石化解除の手がかりを見つけたということだが本当なの？はい。室そこに全ての魔力をコントロール。ええ、はっきりとは分かりませんが。その計画室ってのはどこ？中庭に入り口があるらしいのですが。分かった。全ての魔力をコントロールしていたのならきっと僕の目も。カイネの石化も解除できてエミールの目も治せたら一石二鳥であるな。シロさん、ずいぶん素直ですね。5年も時が経てば書物とて丸くなろうというものだ。中庭に入り口。どこかにあるらしいんですが。これか。
警告、読めないな。警告と書いてあるからには無理に入って穏便に済むわけなかろうな。エミール、どうした？何でもありません。エミールの様子がおかしい。あまり離れてはならんぞ。そうだな。Thank you.
エミール。大丈夫、すみません。Thank you.
エミールが遅れておるぞ。6号計画。ここで何が行われていたんだ。おい、エミールが限界に来ておる。
どうしたエミール。僕が何かを。大丈夫だ。僕は。ああ、エミールが何者であっても、エミールに何があっても、そもそも我らの中にまともなものなど最初からお。思い出しました。全部思い出しました。僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は毒語ですが、毒語は制御不能な失敗作でした。暴走した毒語を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが7号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。これが究極兵器6号。僕のお姉さん。生きてる。お姉さんは最強の兵器だから。だからなんだ。その魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはず。でもどうやって。お願いです。約束してください、うん、もし僕がお姉さんに飲み込まれてしまったら、僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。だからその時はやめろ。殺してくださいね。おい、助けろ。エミールを引き戻せ。分かってる。もう誰も失わない。そう決めたんだ。エミールはまだ完全に取り込まれておらぬ。今ならまだ間に合うぞ。当たり前だ。奴には魔法しか効かぬ。
動きが速い。今助けるからな。早く戻ってこい。早く出てこい。怪我しておらぬか。待ってください。目がまだよく見えなくて。
どうしたエミール。おなげ、これは何があっても俺たちがついてる。俺の顔が見えるか。はい、僕が想像していた通りの顔してる。でもかっこいいです。そうか。もう大丈夫です。こんな姿になったけど、もう人間もどきですらないけど、この魔力さえあればカイネさんを元に戻せるんですから。エミール、さ、カイネさんのところに僕の姿を見て、別の意味で固まバカ者、そんな無駄口は叩かんでよい。姿で生き続けるはいかがでしょうか。おぞましいわ。二度と会わなくて済むよ。ここで殺してやる。剣カル、剣ではない、お前の腕が上がったのだ。存分に暴れよ。
おばあちゃん、カイネさん、生きて戻ってきてください。お前たち、エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のこと分かるんですか？エミールはエミールだ。私は間違いない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になった。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。そうか、ヨナは？探してるが、魔王の足取り自体。あの、それは好き。おばあちゃんのに負けない奴をって頑張っ。そうか。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身。でも大丈夫ですよ、僕らなら。待てよ、己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールが。だって僕らこんなんだし、あなたにそう思ってもらえるだけで。ね、カイネさん。私は外の方が慣れて。そんな。じゃあ外で待ってますね。どうした？俺、ちっとも気づかなかった。カイネがなぜのちっとも気づいてやれなかった。今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。デボルさんを初めて憎く思った。ポポルさんを冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。眠れたのか。はあ。目が赤いな。あまり思い詰めるな。ポポルさんたちのところに行く。わかった。当たり前だ。
こんにちは、デボルス。よう、意外だな。いいえ、あれは村のためだと。そうだな。じゃあ、ポポルの元にも行ってくれ。ええ、それと。なんだ？俺も、昨日は取り乱して。お前が謝る必要はないさ。誰だ、彼女たちにも謝っておいてくれ。ちゃんと伝えておきます。昨日はどうして？あなた、でも村のみんなのためなのに辛く当たってしまった。優しいのね。ありがとう。そういえば何か話が。あ、ええ、石の神殿があったでしょ。我のいたところだ。そう、魔王の居所はそことつながっている。東大元暮らしか。でもあそこに渡る橋は通れな。船で行けばいいわ。船。ようやく公園、魔物からの被害もあって随分と。石の神殿の裏側の道にも船を出してくれるよう頼む。船頭さんに言えば無料で使わせてくれるはず。これで町の間の移動も楽になると。ありがとうございます。ポポルさんにはお世話になりっぱなしだよ、本当に。じゃあ行ってきます。気をつけてね。船着き場には門の上から行けるな。水路か。ようやく完成したのだな。これで走り回らずに済むようになるといいが。移動が早くなればそれだけ早くヨナに近づけるってことだ。遠慮なく伝わせてもらおう。あんた、宝の地図。そうだ、宝の地図さ。大昔の俺はそんな地図を集めていつかお宝を手に入れるのが夢な。へえ。で、今は新しい宝の地図を探してるってわけさ。あ、とはいうものの、そうそう簡単に宝の地図なんて見る。野原に落ちておるわけでもあるまい。古い紙がたくさん。古い紙ね。え、ああ、君か。やあ、久しぶり。その赤いカバン、まさか海岸の町の剣。ああ、あれからずっと水路の整備をしていたんだけどね、仕事を認められて船頭を任せてもらったのさ。すごいじゃないか。ありがとう。まあ忙しくなった分妻との喧嘩は絶えない。あ、船に乗って。噂は聞いてるよ。仕事を。大丈夫だ。
貿易に使っている大型船の調子が悪くてね。丸太を5本、へこんだ金属板を20枚、すり減ったネジ10個集めておく。分かった。貿易か。どうした？いや、俺はこの場所から離れたことないから、遠い国にも行けたらなと思って。もちろんヨナも一緒に連れて行くんだ。いつかできるさ。ああ、こんにちは。いろいろと。どんな噂かは知る。そう、ご謙遜なさらずに。どんな仕事だ？沈没してしまった船の荷物の、おそらく各地の水辺に打ち上げられていると思いますので、お願いできるかしら。いいさ。ありがとうございます。荷物の中身？いや、少々特殊な商品なので。まあ見なくても作業には問題ないしな。いらっしゃい。また欲しいもの。今日取れたく、ま、貿易が途絶えがちになってから依頼人の頼みだ。なそうだな。覗き見など下びた趣味だ。ちょっといいかな。確かここのおばあさんと昔仲が良かったわけではない。ああ、そう言わずに。知り合いだったんだろ？どんな、この灯台丁寧に整備されてて今のところは問題ないんです。その素材をロボット山から取ってきつまり、おばあさんの残した灯台の整備のお手伝いですよ。分かった。助かります。必要なのは割れたレンズを10枚に、最後に謎のスイッチを10個です。よろしく頼むよ。
の夫婦本当に喧嘩ばっかり。この本、同じ書物として悲しいことだ。そう怒るなよ。でもこれ地図、何やらマークなども書かれている。これはもしかしたら、だけどこのままじゃ全く読めないな。傷んだ部分を復元する必要がある。仮面の街の変、そうか、これか、沈没した依頼人の頼みだ。あの老婆、これだけの荷物を必要とするようには思えぬがな。人にはいろんな事情があるんだろ。Yeah.